粗品です。せいやです。うっ。さあ本日はせいやさん、もうレイクロックやっぱり強いわ。マクドのマクド、まだ食べてないメニュー食べてみよう。マクド、マクド、いやそんな日本語ないよ。マックかマクドやから。マクド、マクドはないって。マクド、何がマクドや。まあそのやっぱ僕マクドナルド兄弟派なんですよね。結構どういうこと。あのレイクロックが、お前好きやな。このマクドの逸話好きやな。バカった。そのバカった。やっぱ創業者ね、あのファンダも見ましたし、このなんていうの、レイクロックは怪物かそれとも英雄かっていうの、このもうほんまに言われてるやつですけど、僕は怪物側やったんですよ。そうなの。でもやっぱりちょっと今回はレイクロックやっぱ英雄かと、こんだけ言っても日本にもね、やっぱゴールデンアーチを広めてくれたし、この M の形はレイクロックからですから。このマクドナルド兄弟最初こういう半分しかなかったんですよ。やっぱこれも全部始まりましたからね、この南部の方でアメリカの。そうなの。これはどんどんどん、もう大好きなんですよ、マクドとかの成り立ちが。ちょんで何する、何するって。ほんでレイクロックにちょっと今日は負けます。どうだ、カミソで言える。どう考えて、まあ要は僕絶対ハンバーガーとかチーズバーガー大好きで絶対頼んでたんですよ、はい、それはマクドナルド兄弟が作った味や、はい、うん、このパテとか、はい、この 100% ビーフ使うとか、やっぱもう昔からあったんですね、このマクドナルド兄弟の時代から。で、レイクロックがどん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 マックシェイクの開発とか、どんどんしていくわけですよ。で、日本は照り焼きマックバーガー、日本だけ、うん、でも俺はちょっとやっぱマクドナルド兄弟のことを考えたら、ちょっと新しいのバンバン食うのはどうなんだと。でも、もう今日は新しいの食うってことで食います。食べたことないやつ食べてみよう。まあまあ早く食えや。ねえが早く食えって。何個あんの。フィレオフィッシュ。食ったことあるって全員。お前だけだって食ったことない。いやもう全然寝落ちないよ、この。フィレオフィッシュ食ったことないんだ。初めてビロフィッシュを食う瞬間も、ね、そう、珍しい。いや、1回はビロフィッシュ食ったことないの。そしてヨーグルト。あ、それはないわ。食ったことないでしょ、マクド。ヨーグルトはないわ。マクドのヨーグルト。ヨーグルトはない。よう見たらマクドナルドのマークついてるんですよ。これちょっと食べたことないと思うから。あ、それはいい、それはいい。レモンティー。飲んだことない。飲んだことない。サッカー部やったのに。もうレモンティーなんか飲まんよ、サッカー部。サッカー部飲んでた。サッカー部飲んでたで。エナメルバッグに貼ってたで、シール。それフォワードやろ。知らんがな。一軍のフォワードだけ。ベンチのディフェンス、レモンティー飲まんよ。あ、まずレモンティーから行くんや、ほんで。あ、なるほど、こういう味なんですね。じゃあ、飲んだことあるってレモンティー。俺ないですよ。ほんで、ないのにそのリアクション。同じなんですね。そんなん、その、うわーとか入れてないから。まあまあ、それもついてくるからね。それがなんかおしゃれで、高校生とかで飲むの。あ、そう。だから俺全然行けてなかったからよ。そんな周りにおらなかった。なんか金ないから、近寄らなかったもん、学食から。マクドとか行かんだった。マクドはあの部活終わりに100円でやっぱ安かったよ、あれ。マックポークとか。え、今日ここの部屋入ってさ、ちょっとそのまあ なんかこの下水の匂いというか、うん、ちょっと トイレっぽいなんか匂いがこうもわっとしたんですけど、せやさん何て言いましたっけ。懐かしいな。瓶やな。このじゃ別にこの空気懐かしい。なんか瓶やな。いや、じゃあ家じゃないんですよ。あ、それはそうですよ。何やったかなと思って。こういうなんか部屋なかった。子供の時じゃなくて、でもほんま大人になってからやから。そう、この匂いどこやったかなと思って。マジじゃん。ガッとで食べる時代を。食べる時代を。じゃあフィレオフィッシュ初めていただきます。まあ、それはちょっと興味あるかもね。こんな感じになってます。開けんな、開けんな。開けたキモいんで。いただきます。チーズやばりついてるから。魚やからね。お、うまっ。おー、
よかったよかった。うん、あ、チーズも入ってるんですね。チーズ入ってますよ。へえ、これが新しいね。だから、うん、魚にチーズって、ああまあ確かにね、その発想がすごいね。ここどうなんやろな。これレイクロックのすごいですねその目線いらんな別に。レイクロックやっぱり何でもやってみるやってみるで大きくなっていってるんですか。あ、そう、うん、うん、うまい知ってる知ってるな、お前には。あ、まだあんねや。ありまーす。いや、その俺らも食ったことないようなやつを食ってさ、味を伝えてよ。こちらですね。お、はい、あれ、なになになに、どうした誰か握りつぶしてるなになに、こちらグランクラブハウス。何それ。ほら、来た来た来た何それ。うわー、すごいよ。ええー、ちょっとこのアメリカの、はいはいはい、ありますね、うん、サセボバーガー的なウォーターパウンドみたいな。そうですね、そっち系流行ったな、ウォーターパウンド。でかいやつな。あったあった。めっちゃでかいのありましたよね、一時期。あったあった。すごいの。だからそれの感じかな、今一番ビッグマックよりちょっとのジャーキーというかジャンキーな。いただきまーす。ジャーキー、ジャーキー、ジャーキーって悪いこと。うんうんうん。あれどうすんの。あ、あった、あった。俺はビッグマックの方でも好きかな。お前のガチの意見いらんねんお前の忌憚のなさいらんねんどうでもええねん。俺はビッグマックかな。なんで。やっぱ美味しい、めっちゃ美味しいけど、このボリュームでビッグマックはどっちがしか食べられない。2つは無理よ、このボリューム。これ何、今旬のやつ、期間限定のやつな。いやいや、レギュラーメニューずっとあるやつです。あ、そうなんだ。これ食うとことないわ、俺も。食べてみてください、めちゃくちゃ美味しい。美味しいし、ベーコンもあって、このベーコンレタスバーガーに近い。なるほど。でもちょっと辛いとかなんか欲しいかも。ああ、一癖欲しい。うん、まあそうか、難しいこと言うね。うん微妙。いや、うまいよ、めっちゃ。でもビッグマックはやっぱうますぎるな。案件じゃないね真剣やね。いや、もちろんお金一切もらってもいいの、この俺のマクドに対する情熱。なるほどね。何でもうまいまい言ってたらね。まあそりゃそうや。こいつ何も意味ないやん。はい、こちらまだあんねや。何それ。ベビービデオあるて食ったことあるて。お前めっちゃ食ってるやん。いやいやいや、エビちゃんが CM してて、お売れすぎてレギュラーなったんよ。そうなんや。これはありますよね、さすがに。あります。俺エビビデオ初めてめっちゃレイクロックはやん。そう、それ分からんな、もう見とってはんといてレイクロックがどうとか。お前、分からんこと言いたかんなよ。誰やねん、そいつなんか、頑張ってくれよエビビデオ初めてなんですよ。エビビデオうまい。あ、うまい。もうじゃあ想像できんねや、どんな味か。当たり前やビデオフィッシュもエビフィレオも。いや、俺マジでないのよ。まあ、それちょっと貴重やな。海鮮系好きなんやろ、じゃあ。いや、まあ食ってみるというね、マクド行ったら。へぇ、はい。だいたいやっぱハンバーガー、チーズバーガーの方いかん。まあそれ歴史知ってるからちゃう、それこそ俺の前そんな考えたことなかったから。そうなんや。普通はね、新商品食べるよ。へぇ、いただきますあ、置いた。ん何やねん、何やねん。もうええわ。もうええわ。もうええ。お前エビや。いや、そうよ。ああ、なるほど。あ、めっちゃエビの香りする。エビやかき。あ、すごい柔らかい。だパンもちょっとこの柔らかいタイプのね。うん、カリッと上がってないタイプ。あ、おいしい、これ。いや、うまいな、それた。なるほど。これ迷うな。何が。でも、めっちゃうまいからレギュラーにしたいやん。あ、自分のお前のルーティーンの。でも枠がないのよ。
でもハンバーガー2個食いたい時あるやんか。あんのよ。これエビフィレオ1個変化球でいいですよ。チキンフィレオおるかな。いやまあいやエビやん。でもチキンとか鶏肉豚肉って似てるじゃないですか。だからチーズバーガーとこっち海鮮でフィレオフィッシュかエビフィレオじゃない。チキンは絶対食いたいね。俺知らん。どうでもいい。負け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 。それコンビとしてあかんねん。お前した。負け負け負け。お前ツッコミは最後まで聞けよ。お前せめて。じゃあ何お前そのグラ…いやいいや、珍しいちぎって食うやつ。お前だけでハンバーガーとかおにぎりちぎって食うやつ。おにぎりちぎって食うやつ。いや、まだそのもうアンパンとかでも上がる。あんなハンバーガーそんなせえんで揚げ物入ってんのに。揚げ物ちぎらんで好きやのちぎって食う。汚いね。かぶりつけや。いや、うん、じゃあせいやさんね、はい、グラコロとかも食ったことないってこと。なんやん。めっちゃうまいで。で、月見バーガーは。月見バーガーはさすがにある。さすがにある。てりたまは今。てりたまもある。グラコロか。グラコロ手出したことない。だから粗品さんがなんかグラコロうまいねみたいなよう言うてたり、冬の時。こいつ恥ずかしいな。俺高校生やこれ。知らんじゃん。グラコロ出たみたいな言ってたから意外と新商品いくんやんって。俺はもうね、安定のやつしか食べれないの、いつも結局。ああ知ってる味だけになっちゃうの。なるほど。うん。そして最後、はい、内パンケーキ。ああ、まあまあこれはねない人も多いやろ。すごい、こんなんあるの知らんかった。俺あるんですよこれ。朝マックだけやと思ってた。これは寿司屋さんあるんですか、食べたこと。あります。いろいろ試してるね。じゃあ確かにマクド好きかもなあ、うん、俺も定番ばっかり。ほんまハンバーガーとチーズバーガー、たまにチキン系っていう、うん、たっぷりつけてね。せっかくか。寿司屋さん甘いもん。甘いけど大丈夫かな。うまなさそう。まあまあ、うまそう。これマクドですか。マクドですね。分からんねん、これだけやったら。ああ、これだけでもうまい。うまいな。やらか生地。やらかいね。でサイズもちょうどいいし。おいしい。あ、これセットにつけることはできへんもんな、単品で。とはいえサイドメニューでデザートですよね多分。ああ、そうか。おいしい。でこれとヨーグルトもいっちゃいます。ヨーグルトはマジでない。見たこともない。これね、あんまりないでしょ。マジ、普通のヨーグルトじゃん。いやいや、マクドの、ヨーグルトなんで、うん、色は普通です、うん、いただきたいと思います。あ、ええやん、弾力固め。ちょっとハードな。あ、ええやん、はい。え、興味ない。ここに来て遅いねと思ってたけど、これと。いや、あれですね。いらんねん。ここに来てヨーグルトの一発目ぐらいの遅さ。もう行けや。まずいんかい。めちゃくちゃうまい。うまっ。うまいって合ってんの。うまい。俺の好きなヨーグルトに似てる。このね、この甘すぎず、うん、酸っぱすぎへん、一番絶妙なヨーグルトたまにあるじゃないですか。俺もう思い出した。子供の時じいちゃんが買ってきてくれて結構高級なヨーグルトがあったんですよ。それだからもうプリンに近いヨーグルトというか甘いんですよ。これなんぼなん。これはね、ちょっと値段は正確には言うとちょっと良くないみたいな。なんで。あんまちょっとそんな高い。あんま良くないです。いや高くない、全然高くないですよ。興味あるな、それ。今度頼んでみよう。これはちょっとほんと美味しい。うまい。だからこのマクドのこのちょっと油とかをこの胃に膜張って助けてくれるというね。なるほどね。これちょっとまた、どんどん、頼んでないメニュー頼みたいと思います。しんどかったな。次はケンタッキー編で。いらんって。
皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。